ヨーチェケヨーチェケラチョー、どうもやちゃおです。はい、まずはね、告知からなんですけど、スリーグに向けて西武純正による西武純正のためのオープンチャットを開設しております。今ね、5、60人の方が参加してくださってるんですけど、24時間ね、超高速ができるような環境を作っていきたいんで、もしまだ参加できない西武純正の方がいたら、ツイッターであったりコメント欄で教えてください。はい、そしたらね、早速本題に入らさせていただきます。昨日の更新で新戦力の覚醒が追加されました。オコエ選手、大竹選手、それぞれの純正にとってね、かなり必要不可欠な選手が登場したんじゃないかなって思います。で、我らが西武純正、ゴッドオブピンチヒッターヨーカオ・ナモサ選手が登場いたしました。これは走らざるを得ない。僕自身もね、今沼スピータワーの方42階まで爆走中です。ちなみに収穫はゼロです。まあそんなもんですよね。なので、まあ早速、いつも通りリア対評価、そしてランク戦に潜らさせていただきます。ヨーカー選手は、ね、もう名前の通りもう陽キャの方だと思うんで、君が光なら僕は影だ、幻のチー牛としてランク戦暴れてきます。さあ行くぞ。そしたらリア対評価サクッとやっていきましょう。現在ね、超1なんですけど、ステータスに差はないですし、週末の方でね、ヨーカー選手極めにできるまで終われません。鬼企画調整していこうと思ってるんで、ぜひね、お時間あったら遊びに来てください。そしたらステータスから71の B パワー型で、阪神の時よりミートがプラス10上がってます。10ってでかいっすよね。これも結構熱いかなって思うポイントの一つです。続いて守備ね、ユーティリティなんですけど、特殊でも C に届かないって感じなんで、オーンっていうイメージですかね。で、まあなんて言っても特殊能力、代打の神様、もう神ですからね。我々人類とは同じ領域にいないですし、でなんと言っても今回逆境がついてるんですよ。ピンチの時というか、ビハインドで現れて、1打席で勝負を決める。もはやワンパンマン。もう埼玉ですよね、これね、やってることがね。マジで、ちょっとヒーローとして、暴れていただきたいなって思うんで、活躍を見てっちゃってください。まだまだ夢はエナジー2億個。一生同じ夢、高みを目指していきましょう。そしたら、まあね、せっかくヨーカー選手ね、連れてきてるところもあるんで、西武純正で、潜らさせていただきます。まずは、この下位打線、森友哉さん、アッキャマンたちで繋ぎます。ちょっとなんとかヨーカーさんにあれは、花持たせられるような展開、頑張ります。よろしくお願いします。いいんちゃう、セクシー、犯罪ヒット。いや、これさ、どうする？いや、まだあれだよね、グラスラでも追いつくだけだから、もう一個出塁してラスト一撃にかけよう。2-3、おいおい、ナイス、決めるぞ。さあ、もう一人の秋山を生贄に、アドバンス召喚、いでよ神ヨーカマナオマサ、デッ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 、代打の神様対左投手発動、逆境からガンマークして決めるわ。グラスラで決めます。内側くれ、内側の見てくれ。いや、テクイ、それはちょっとテクイわ。俺はでもダンベルタミンじゃ、サンタが欲しいんじゃ、内側頼む。なんで勝負して、ワンツリー頼む。いやまあね、初打席ですから堅実に行きましょうか。ナイワッチ、いいバッティング、よし、アボマンチ。さあ皆さん、お待たせいたしました、ここで神様の登場です。デッドランドをいけねえに、ヨーカは本気になったら、ヨーカはさあ逆境、なんでやれ DH だからか、まあテスラに一回つなぐか、いいんちゃう、飛びすぎで、いけるでしょ、キャッチャーいねでも俺は決める、今日の主役はヨーカは直政、君だ、決めるしかないよ。さあ逆境出てこい、逆境大手の神様、全部来い、何としとんじゃ、決めるよ、このパワーで決めたら本物でしょ、お願いします。オッケーオッケーオッケー、なんかカクついたね、相手パルキア、軸を操ってるね、早すぎ、あ、そんくらい振らないとね、ちょっと怖いですからね。スタンド狙いはいつも左中間、これが3球目、まっすらね、オッケー、
いやビッダンビダンダモジェビッダン。さあ一人まず出てから、さよならに持ってきたい。ガチで舞台をまず整えることが大事。落ちない落ちない落ちてほしい落ちてほしい。よし舞台は整った。ヨーカワヨーカワ本気になったらヨーカワ肯定します。決めるぞ神降臨、代打の神様降臨。さあ顔の前に十字を描きました。これは確定演出です。決めるぞ逆境代打の神様、これ以上ない能力よろしくお願いします。さあパワーカーブちょっと怖いね。まずそれはこんならマジ超イケメンだけどな。いやーいぶしげー、ナイマッチナイマッチ、いいバッティングよ。ただホームラン打ってほしい。ただ打てる球だったから。さあここは石毛さんでちょっとね切り開いて、あとは神様に決めていただく感じにしましょうか。よろしくお願いします。よーしナイマッチ、あと一人あと一人出して、あと一人出て、であれヨーカーさんに決めてもらおう。それが理想だと思う。ビットでランナーを一塁に置いています。いや、いやカイさんからは走れねえな。アップルパンチ待機よろしくお願いします。決めます。さあ3球目は何か。オッケーオッケー。さあ舞台は整った。あとはバントして送ってスコアリング持ってって、まあスコアリング持ってくけどね、結局ヨーカーさんスリランで完璧じゃないですか。どういうこと。まあ分かるけど分かるけど、バントール全然できなかった。助けて、分かった。最終回ここで一発入れればスリランサヨナラの場面です。ここで神様降臨よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本日の主役ヨーカワ、決めると全部出た、全発動。さあもいちゃん攻略いくよ。さあボール球見えてるよ、決めます。しゃー決まった。これがヨーカワ代打の神様です。西武の皆さん一緒に沼スピタワー回りましょう。ぜひともね面白いと思っていただけたらチャンネル登録高評価で応援よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。